翅膀的感情我先抜け出し西に走れば窓越しに広がる景色の中に二人の季節が流れる無理して手に入れた車にお前を乗せて走った皆さんこんばんは、竹松さんちへようこそいらっしゃいましたね。はい、皆さんこんばんはでございます。はい、いらっしゃい、皆さんいらっしゃい、いらっしゃい、やおやかっていうのねいらっしゃい、いらっしゃいってな、もうね、いや、はい、こんばんは、皆さんいらっしゃいでございます。もう2月も10日ですよというわけでございまして、だいたい3分の1がこう過ぎたっていうあたりでございますね。アダルトなね、水曜日、あー、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃいね、ゆっくりしてってくださいね。あ、頑張ろう、頑張ろう、さん、いらっしゃい、あ、いいともです。元気に生きてますか
もうね、もう生きてますかっていうのはね、挨拶語が、挨拶の一環として入るようになりましてですね。今日2月10日ですね。最近、ツイキャスの初めにね、その日にちと、なんとかの記念日というのをね、いろいろ発表してますけれどもね、海の安全記念日ということでございましたね。海の安全記念日という、あとも簿記の日とか、日当の日、ニットの日ってあった。ねえ、着てはもらえぬセーターをですよ。寒さこらえて編んどります。 ニットの日 ニットの日。あとですね、左利きグッズの日というのがありましてですね、0210じゃないですかね。で、零、負が2でね、で、等、これは本当にダジャレが多い。ダジャレが多いんだ、なんとかの日は。ねえ、いろいろね、ございます。あとはですね、主だったところ言うと、布団の日ですね。これはもうわかりやすいですね。フードトーンですね。フートーンの日。フートーンでトーンが来ると、なんとなくこう、想像ができるのがですね、豚丼の日っていうね。ブータドーンの日。いや、絶対意味がわかんないですけど。いや、すごいね。すごいでございます、皆さんね。でも、毎日毎日360何に、何ね、366日、封筒の日、封筒の日いいねかもしんないね。もうね、いっぱいありますよ。日曜日の勘違いして、ツイキャス聞きそびれた。でもね、本当にね、無理くり感ございますね、これね。大変でございますね。ヒラメさんどうした？ドジをしてチャリでこけて。大変じゃな、それな。気をつけてくださいね。左利きの日らしいっすよ、今日。ね。ちなみに、こう、皆さん聞かれてる中で、ね、俗に言うところの、ピンク・レディーが言うところのサウスポー。レフティーの方って何人ぐらいいらっしゃいますかね。レフティーの方。レフティーの方のね、左利きの方の割合って、日本はね、習字を書く文化がありますから。風水は左利き。なるほど。習字を書くという文化、あとだから文字を左から右に書くという文化があるところはですね、どうしてもこう、ほら、小指の付け根のところでこう、なんかこう、すげえこう、すれちゃってね。こんちゃん、俺は人生が左向きでさ。うちの娘は左利き。なるほど、なるほど。こんばんは。ますみちゃん。髪の毛は9割抜けてしまいました。ますみちゃんは大丈夫。ね、元気になったら必ず生えてくるから、その辺はおじさんと違うとこだよ。ねえ。うちの娘左利きで、子供の頃、左でできることも両手利き。最近の方の方がしか、そうだね。左利きがね、主人と子供。田原さんとかもそうか。そうなんだ。レフティー、レフティー。美穂ちゃんは両利きと。サウス、南、ポー、動物の前足。南の前足がなんで左、なんだろうね。めっこが左利き。なるほど、なるほど。全然関係ないけどね。マー君がね、楽天復帰しました。そうですね。左利き。こんばんはいらっしゃい。左利きの人は頭がいいと、それはいい、どうかなっていうふうに、お前、右利きの人でも頭いい人いっぱいおるからね。これ。こんばんはいらっしゃい。ねえ。ギッチャって昔よく言ってたね、ギッチャね。ギッチャは言っちゃいけないっていうね。ねえ、ありがとうございます。釣竿のリールは左利きです。あれね、巻くのがね、くるくる回すのが、左方についてるのか、右についてるのか、いろいろありますけれどもね。左利きの芸能人が多いなって、そうだね。多いね。
そうなんですよ。水森アドさん、量的、そうですね。アドちゃんはね。アッコちゃん。あ、ん？アッコちゃん？ん？アッコちゃん水森アドさんじゃなかったっけ？そうだね。そうですね。左利き。中途半端な左利き。あ、ヨコさん左利き。なんかこう、昔はほら、ね、左手で箸持ってるとね、なんかそういうので直されたっていう話よく聞きましたけれどもね。結構ね、まあ両方使えるに越したことはないんでしょうけれども。左利きを無理して伸ばすのため。まあね。でも、やっぱりこう、昔の方、ね、昭和に生きた方々は、なんかこう、左利きはあかんよっていう風な、まあ、そういう風に、こう、なってるからね。脇差し刺す。まあね、刀刺すのも左腰だしね。じゃないと、こう、左通行した時に刀がぶつかって喧嘩になるからって、そういうのでね、右手で使いましょう、みたいなことになってたんでね。なんとなく、こう、右利きの人が圧倒的に多い、そういう風な文化じゃなかったのかなっていう風に思うわけですけどね。まあでもね、まあ、僕もどちらかっていうと両方とも使えるタイプなんですよ。別に、まあ親のどっちが左利きとかそういうわけじゃないですけれどもですね。利き足ね。利き足は左。なんか気をつけってして、後ろからトンって使いとった時に、反射的に出る足が利き足だっていう風なね、話でございますんでね、皆さんね、やってみてくださいね、今度ね、後ろからね、さりげなくトンって疲れて、どっちの足が出るかなって言ったら、両方出なくて顔から落ちるっていう、そういうことはですね、それ左向きや。左、もう、そろばんだけ右。右で弾いて左で。そろばん大変だよね、それね。右肩骨折した時は一生懸命左で始まった。俺もほら、空手やってるとですね、よく小指の骨骨折するんですよ。で、小指の骨骨折してギブスグイグイとかなんか曲がれてると、まあ、持ちづれえからっつって左でよくやってましたね。両方ともやってましたね。利き足、私は、多分私は顔から落ちる。だから気をつけってしてて、背中ポンと押された時にこう支えようとしてプッて足出すじゃないですか。それの出た方が利き足だっていう風にね、皆さんね、いっぺんやってみてくださいね。本当にね、顔から落ちないように気をつけようね。本当に。そうなんで、ハサミとかね、包丁とかもそうだけど、いわゆるレギュラーなハサミ、レギュラーな包丁ってのは、左で持つとすごいやりづらかったりするんだよね。これもね、気をつけなきゃいけませんよ。何？エリちゃん、マウスだけ左か。マウス左は珍しいな。左のマウス今売ってますもんね。まあ、最初からこういう、なんかこう、もの、今だからうちは、スタッフ全員含めてですけど、ボールマウス使ってるんですけどね。ほら、親指とか、中指とかで、くる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 するやつ。ね、くる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 するやつ、ね。こんばんはいらっしゃい。んで、くるくるして、こっちって。くるくるしてこっちって。まあね、手首動かさないからね、素晴らしく楽っちゃ楽なんですね。やっぱり、どうしても手首、ね、マウス動かしすぎると腱鞘炎になったりするんでね。左利き専用ハサミを作ったらむっちゃ強い。そうなんで、切れないんだよね。あれ。なんかこう、内側にクッて入れることによって刃がきったり、ぴっちりこうくっついてね、これシャッと、シャッと、いくんですね。自転車は右でも左。なるほどね。左でも両方でも押せる。なるほど。ゴルフクラブとバットと、なんでカンマがいきなり出てくる。そうか。カマもそうだもんな。あれ、逆だったらやりづらいもんね。左なんだ。ゴルフも左なの？すごいな。くるくるすると思ったところに動いてくれないの。やっぱりうんくさい。くるくると思ったところに動いて、くれるような設定をしてもらいましょう。クリックはするんですよ。ボールマウスね。左利きを想定したカメラは見たことないな。ないね。うちの PC は長男が設定したので、マウスや本体が左利きを、逆か。逆なんだ。そうか。それ大変だな。左手で書いて右手で消しゴムゴシゴシ。
難しいね。それなかなか難しいね。あ、そうか。逆に、そう、エリカさんのとこは、右でクリックすると、逆クリックしちゃって、なんで反応しないと、PC に怒ってると。そういうことか。キーボード入力、あ、そうね、左手の活躍の場ありますよね。まあだから右利き、左利き。まあ最近はね、本当に直さなくなりましたよね。なんか箸持つ方、ほら、よくね、ご飯とお味噌汁出てくるじゃないですか。で、その位置。その位置があるじゃないですか。ね。左の方にご飯があって、右側の方に、お汁のわんがあるっていうね。で、わんがあるっていうのは、まあ、そういうふうにこう、並べられてしまってるんだね。これ逆だったら食べづらいやな、これな。自分でなんかこう、よいしょって、なんかひっくり返すのもなんかこう、ちょっと失礼な感じがするやん。これ大変ですね。スイカでピッとするときはなんか左と。ああ、なるほどね。縦書きをするとき手が汚れ。あ、縦書きね。書道はね。ああ、確かに。でも左利き便利だなと思うけど、日本の字ってのは比較的こう右側に払う字が多くね。なんとなくですけどね。ここが汚れます。小指の後ろっかが汚れないってやつでしょ。でも基本的にさ、書道するときって手浮かさない？ まあいいや。気配ですよ、英文タイプ。ああ、なるほど。で、美味しいもの食べるとき、右にお箸、左にスプーン。それ、ちょっと食いしん坊やな。なかなか暴れん坊な感じがするな。肘にひびが入った期間に左で仕事をして、左でマウスを使います。あ、なるほど。そうね、今設定でね、右にも左にもなるんですけど、今うちが使ってるマウスが、右手の親指のところにボールがついてるんですよ。これ、コリコリコリって。で、ついてて、んで、あれあれ、ポコって。で、だから、ついてる方がね、逆になるからね。逆になるんだね、これね。爆竹の今井さん、右利きだけど左利き用のギター、本当にね、いろいろあるからね。まあ、いろいろあるから。人それぞれ。ね、まあ、その自分にとってのこう美学的なものがあるからね。これがいろいろあるんですよね。まあ、学校の先生から直さなくてもいいと言われたので、そのまま。まあ、別にね、まあ、そのほら、右利きの人が左に座って、左利きの人が右手にこう座られてると、肘が喧嘩するっていうのはあったりするからね。ね、ビートルズのポールとリンゴ左利き。あ、そうね。確かに。確かに。確かにです。で、一人が左利きと手をつないでご飯を食べられるという友人。まあ、それはね、甘い甘い。ちょっと甘いぞ。週末に向けてるぞ、それは。習字はね、難しいと思うよね、左でね。要はだから、向かっていく方向に対して払うって、なかなか難しいと思うよね。そうか。急須もそうだね。だって右利き用の急須だよね。あれね。習字は右で書いてたけど、幼稚園並みの実力。そうなんだよ。なんかね、こう、知らず知らずのうちに右利き用のグッズっていうのがね、ほぼほぼですよ。昔はね、ギターなんかも。ね、やっぱり、まあ、左手で、コードを押さえて、右手でじゃらんって弾くっていうのが、基本、通例だったんですよ。で、それで、左利きの人も、右利き用のギターで、弾いてたりもなんかしたんですよね。まあ、その代表格がね、甲斐義博さんなんかもそうですね。右利き用ギターで、ぴょこってひっくり返して、いわゆる、だから正面向かって、下の方から低い音。っていうね、これね。そこは右利きギターだけどシールドは抜かれてます。ダメだっつう、だからそういうこと言っちゃう、おじさん。おじさん傷ついちゃうでしょ。傷ついちゃったらもう地肌が見えてんだから、そんなこといいや。ナースの友人が左利き、左手で注射されて、お、出てきた。なるほどね。おーい、あ、言われてる。出てきた、おじさん。ほら、ほら、ゴンちゃん出てきた、おじさん。ダメだって、そういうこと言っちゃう。腕を骨折したり、なんか使えなくなってきて、こう必然的にね、
こうなんかこう必要に迫られて、反対側の手を使って、っていう方はいらっしゃるね。うん、俺なんかもそうなんだけど、俺普通に字は書けないんですけど、あの鏡文字っつうんかな、右手と左手同じ、ま、鏡の対象みたいに左手でも一緒に字は書けますけどね。まあなかなかでございますよね。缶切りが使えない。あ、缶切りもそうだね。確かに。いつも左端に座って食事するよね。左手の人はそうなるもんね。ねえ、かおりちゃんありがとうございます。友達に左利きが一人いるから一緒に食べるときは何はそうなんだよね。やっぱどうしてもほら、あのご飯食べたりするときってのこう、左利きの人と右利きの人の座り位置で、こういろんな意味でのバトルが起こったりするからね。ねえ。はい、こんばんはでございますね。左で字書けるよ。でも、あの、鏡文字ね。反対側の文字ね。反対向いたやつね。鏡に映すとちゃんと見えるけどね。親方と床さんは黒い糸で結ばれてる。いやいや、結ばれたくないっす。もう、その糸もそろそろ、そろそろ、なんかあの、炎かなんかで焼き切っていただきたいみたいなね。いやね、いろいろありますよね。もう、ごめんだよね、やっぱりね、ほら。ほら。お互いにそれを思ってんだから、相思相愛なんですよ。違うな。使い方が違うな。いや、もうごめんですよね、おめさんね。もういい加減いいもんね。もう長いから。お付き合い的にはね。もう、そうだね。鏡持参せな、読めんな。多分な。そうか、あ、普通に書けるけどね。まあね、あの腐ってあのハエとかが湧く前にね、綺麗に片付けたいなというふうに思うわけでございますけれどもね。あ、主人スパルタで鉛筆の持ち方を左に そうか、直された。あ、まなめさんありがとうございます。祝日前、あ、なるほど、うん、いやいいじゃないですかねえ。明日はですね、まあ明日木曜日なんでございますけれども、私の担当するマチコミ自体は、放送がないんですよ。そうなんですよ、お休みなんですよ。お休みなんだけれども、局内ロケがあるためにって言ったりたまに行くというね。これ全然意味が分かっておりません。結局木曜日にテレテマ行くんかいって話じゃないですか。行くんですよ。行く。はい、こんばんは、いらっしゃい。まあでもね、右利き左利きいろいろありますけれども、まあ両方使えるに越したことはねえんだろうなというふうに思う。そうそう、局内ロケ。いや、まあ一応ね、祝日なんで、祝日のそのあれになってるんじゃないですかね。お休み、待ち込みもお休みでございますね。しょうがないですね、諦めてください、そればっかしはね。まあでもそのね、局内、そうそう、局内で、撮影がございますね。ロケというか撮影がありますので、いつもより早い時間から行くっていうね、なんのこっちゃいた話ですけどね。全然わかりませんけどね。じゃない。そう。休みなんだけど、休みじゃないっていう。あ、左字書けますか。おー、なるほど。で、まあ、でもね、これ、右と左っていうのは両方とも同じように使った方がええってよく言われるじゃないですか。ね、左利きの人がなんか右脳が発達してどうたらこうたらとか、なんかこう、ほら、頭のこう、電磁波的なやつや、あれでなんか右の脳みそがすごい使っとるよみたいなこと言うけど、そんなことはねえんだっつうので、人間ってのはほら、脳みそのね、何パーセントかしか使えてませんみたいなことよく昔言ってたじゃないですかね。 3% だかね、5% だか、ね、それぐらいしか使ってねえんだよみたいなこと言ってましたけど、そんなことはねえというような話ですからね。そんなことはねえんだと。やっぱり何かするために脳ってのは基本的に全部使っとると。全部使う。はい、こんばんは。はい、こんばんは。ゲマさんいらっしゃい。お疲れ様でございます。ねえ、遅刻。遅刻はしょうがない。あとね、15分遅刻なんでね、スクワットを50回ほどしといてくださいね。なんで体育会系なんだ。ね、いや、あのね、まあ、いわゆるほら、右脳左脳って言われるのとね、前頭葉って言われるのね、隠された余力が当然あるんですよ。
だから使わないと、うん、使わないとやっぱりね、まあいいんじゃねってやっぱ思うんだよねやっぱり人間の体ってそうじゃないですか。まあこのコロナ禍においてね、そうなかなかほら会社に行かずに、在宅でね、まあ、テレワーク、うん、などされてる方、いらっしゃるじゃないですかね。そのテレワークなどされてる方はどうしてもやっぱり椅子に座りっぱなしの時間が圧倒的に多いんだって。うん、だから会社に行ってね、まあ、階段を上ることもなく電車とかで、まあ、その立ってね、バランスを鍛えることもなく、結構やっぱりあるじゃないですか。テレテワークってなんだそれ全然意味が分かんないよだから結局普段使ってるはずの筋肉を使わずにずーっといるっていう方が多いらしいんですよね。まあ一日だから今度ね家の中にいる時に万歩計ですよね。万歩計などつけてみると分かりますよね。これもうあれ大変ですよ。あ、まっちゃんいらっしゃい。あお母様お誕生日86歳おめでとうございます。あ、おらこさん福山から来たかしら。そうですか、お疲れ様でございますね。だから結局だから立って歩かない、だから動かない、まあ普通に生活をしてね仕事してる方っていうのは、まあ、いつに座りっぱってなかなかないですから、でその度に軽いスクワット1回してるみたいなもんじゃないですかね。だからこう立ち上がって立ち上がってっつってね、万歩計とかつけておくと驚愕ですよ本当に。1日100歩ぐらいしか動かない時あるからね、これ大変です。だからねこう一生懸命なんかそう、あそうだね、アプローチ座りっぱなし立て立て気が利いてるけどうるさいなそれな。うん、おさゆりさんとこのお母さん86歳おめでとうございますね。だそうなんですよ。だから必要以上になんかこう家の中にいることがね大切って言われてますけれども、言われてますけれども、やはりこのね自分の体、自分の体力等々はこう一生懸命こう自分でこう鍛えながら、携帯電話の万歩計今見たら94歩、それダメ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 、あまあスクワットだな、そういうそういう馬子ちゃんにはスクワットだなやっぱり。あかんで、そういうことしたらあかんで、ねえ、もうやっぱりね1日少なくてもねやっぱりね8000、9000、まあできれば1万歩を目指したいとこですね。うん、目指したいとこですね。なかなかねこうほら家にいると、スマホとかいろいろテーブルの上とかに置いちゃうから実際測れなかったりするじゃないですか。だからスマホの万歩計とかがこう動いてないとこで動いてるんだみたいなね、やっぱりこうやっぱ思うじゃないですか。そうやって思っちゃってることが大きな間違いなんだね大きな間違いなんだよね。スマホ忘れて先日10歩。そうなんだよね。秋葉さん歩いてんね、16000、あいいっすね。まさみちゃん自転車でカメラ行ったら250歩。そうなんですよ。だからこれちょっとね、まあうちのね高橋はね、番頭さんの散歩っていうのが強制的に引きずられてますからね、まあ、それはね1万歩っていうと別にキロにはならないです。だいたいまあそうだな、女性のでもキロにはなるか。1万歩っつったら歩幅がね、だいたい女の人って70センチぐらいだっていう風に換算されてますけれども、70センチと換算するとそんなもんですよ。まあどれぐらいなんだろうな、今ね一度ねやってみてくださいね。まあまあ確かにね、ちょっとやっぱやんないとね。いやでもね俺もねやっぱりこう表に出ないじゃないですか。やっぱりねいかんいかんってやっぱ思いますよね。ブルームさんはねやっぱりね1万5000から2万動いちゃうよね。仕事が仕事だからね。タカちゃん今確認、今日は1481、あと8000ぐらい歩いてこい僕が1万6000で11キロ。ああなるほどなるほど、
そうですね。やっぱり7、80センチの感じかな。秋葉さん、走ったりしてるからね。走ったりするともうちょっとね、ストロークが伸びるんだと思いますけれどもね。まあ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 、6キロぐらい。6キロもね、あれする必要はないとは思うんですけどね。だから2、3キロ歩くぐらいの感じは大事かなっていうふうに思いますけれどもね、皆さんね、歩いてない。やっぱりね、まあ寒い時期が続いたから、こればっかしや。ね。まあそこはね、ちょっとね、気をつけてね、頑張って。これ、ちょいとあれですよ。皆さんね、万歩計っていうのをね、大事にしてみたらよろしいんではないでしょうか。というわけでね、30分が過ぎたところですね。何か一曲聴いてもらいましょうかね。じゃあ、生きるために走るっていう曲をお聴きください。はい、というわけでございますね、Learn to live ですね、生きるために走る別にもうね、走っちゃあかん、もうね、
あんまりね無理してやっちゃよろしくないですね、無理しちゃいけないけれども、やっぱりこう日々日々ちょいとずつちょいとずつやっぱりこうね若いね元気元気いっぱいでございますね。長生きするために歩くそうなんだよな、やっぱりねこれちょっとみんなやっぱりいろいろ気をつけてなきゃいかんよ、これね気をつけ本当にやっぱりね、どうしてもね、あいやトイレ行ったついでにスクワットしろ、あそう大事大事、あね、もう走っちゃうとね、あのねあんまり、呼吸を荒立てるほどの有酸素運動ってのはあやっぱり一気にしちゃあかんですよ、うんね、あスクワット続けたらおいいじゃないですか、そういうねその地道な日々の努力、うん、日々だから日常になっちまえばいいんだよね、うん、なかなかどうしてねこう買い物とかにもこうね大手振ってウェーって毎日毎日行くっちゅうわけにもいかなくなった時代ではございますのでね、うんうん、そうそうストレッチ、あとねやっぱりどうしても股関節とかねいろんなのがね硬くなってきますんでね、うん、そういうとこもストレッチをして体を柔らかく、うん、やってくださいね。お日当たり良好、日テレプラスやってたんだ、朝の4時から誰が見んねん、誰が見んねんこんなそんな時間に起きてるの一輝さんぐらいしかいねえわいや俺起きてんな俺起きてるうちが寝てねえだけだなねえ、もうやっぱりねスタンディングでライブやりますよってなった時にもみんな立ってられませんってなったらね立ってられませんっていうのはなかなか衝撃的な発言ではなさいな、これはね、あ、会社で腰やっちゃ、あららら、ら気をつけてな。うん。あれ、空港さんとこの旦那さんは寝てるんだ。起きてるんだね。いや。まあ、夜の方がね、便器割らない程度に、やかましいわ。やかましいわ。もうね。いや、いいの。お座りライブにね、皆さんならないようにね。なんか最初のうちだけみんな元気で立ってたね。スタンディングでわーってやってたのに、なんか後半に行くに従ってみんな座り出すっていうね。いやいや、もうそういうことにならないようにね。お願いいたしますよ、皆さんね。やっぱ、準備大事ですから。あの一気にね、その、一気にこう、トントントンとレベルが上がるような、もう年齢でございます。まあ皆さんね、お若いとは思いますけれどもね、平成生まれたと思いますけれどもね、まあ、それにしてもですよ、やっぱりこう、在宅とかね、いろんなものがね、やっぱりこう、あれですよ、ね、こう、ちょっとずつちょっとずつですよ、ね、便器で元気、やかましいっつうんだから、便器から離れなさいっつうの。ね、まあだから、ちょっとずつは、やっぱりこう、準備をしていかないと。まあ確かにね、こう、去年1年間、ね、ストレスが溜まるよりは、やっぱりこう自分ね、美味しいもの食べたりとか、ね、できるだけこう、ストレスを溜めないようにという、いわゆるランディングの時間があったわけじゃないですか。ね、これがランディングの時間から、今度、こうね、こう、日々の生活を取り戻す。ね、日々を、ね、取り戻すためにですよ、やっぱりこう体の方をちゃんとリフレッシュリハビリをしておかないといかんのですよ、皆さんね気をつけましょうね。まあ私もそうなんですけどね、通勤でチャリに慣れてしまって歩かなくなってしまって、まあでもね自転車はいいじゃないですか、ね、自転車は結構あれですよ、まあ、電動の自転車はね、あれですけれどもね、あんまりね、こうなかなかこう、降りた時に、太ももがプルプルしてて、なかなかないかもしれませんけれどもね、日々の運動としてウォーキング、ああ、いいじゃないですか。ね、そういうのが大事です。もうちょっと暖かくなったらいいね。昨年、追加数があったからこそ頑張って、ああ、なるほど。ねえ、まあ、ナオミちゃんはね、そう思って美味しいもんばっか食べてた。いや、いいんす、いいんす。だからね、その余計なものがついてしまったのだったら、それをね、こう、リハビリをしつつ、こう、シェイプしていきましょうっていう。
そういうことでございますよね。うちの近所の百均のエチケットブラシがめっちゃ売ってました。くそくそ、なんでこの近所の百均にエチケットブラシが一個もないんじゃっていうのね。親方のトークが一番からだね。ありがとうね、ゴンちゃんね。優しいこと言うてくれるやんか。と言って座布団もあげないっていうね。優しいわ。いやいやいや。いや、もう、そうですよ。ね、状況さえ許すようになれば、オールスタンディングのライブをね、やっぱりね、やりたいと思うんですけどね、ステージの上で座ってたら笑っちゃうけどね。ステージの上でやってる人間が座ってるっていうね、お預け改めて、改めて何でもかんでもつけりゃいいと思うんじゃねえんだよ。あ、なるほど。電動自転車が坂道ばっかりだから、そうか、結構足に来るんだな、なるほど。あら、ココさんありがとう。そうなんです。気をつけないとね。これね、大変なんですよ。ああ、大変なんですよ、これね。なかなかね、こう、ライブをやってる、まあ、スタンディングでライブをやってる人間もね、結構ね、足腰頑張んないとね、もう、特にお医さんなんかね、これでもテレワークなんかで、ずっと続けてるとね、もう、お医さん、足なくなっちゃうんじゃないかって思ったりはしますけど。エチケットタイムなく、なるほど、なことないですよね。ボスは幼き頃から立ってることに慣れてる。いや、俺はバケツ持って立ってるのはすごい慣れてます。ね。それは慣れてます。ね。授業を受ける、ま、教師ハラスメント、今ではね。あ、俺は大丈夫、マジか。うん。ねえ、中野さん、ライブがある限りスタンディングに耐えられる。わあ、いいじゃないですかね。頑張りましょう。うん。ね、桜のつぼみをチェックし散歩する。ああ、いいかもしんないね。そりゃいいね。上も下もなくなる。いや、上も下もなくなるって。いや、下、ね、それはあの、毛的なものではなくてね。毛的、でもね、大江さん毛薄いんだよな。まあいいや、そんな話はどうだっていいや。そんな話はどうだっていいんだ。ね、まだ水曜日ですからね。どうだっていいんだ。そんなものはね、大江さん立ってたら寝なくなるかもしれないですけど、途中で楽屋に下がるかもしれないですね。あれ、俺マンマスどこ行った、マンマスどこ行った。楽屋に帰って、いや、あの後ろにほら、酸素入れるやつ、シャーってやつ、シャーってトイレだけ嫌だから、それはほらアテントがあるから、アテントがあるから。立って演奏してたらね、寝てたらそれ大変ですよ。あ、それは大変です。あ、もう高橋が駆け寄っていきますよ。ねえ、もう、いや、歩きましょう、高橋ちゃん。それ大事やで、それね。まあ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 、ギターだけ音源が、そっか。アテント、なんか最近そこさ、大きめのジーパン履いてるね、みたいなことになってね。いやいやいや、大変ですよ。ねえ、いろいろ装着せないかんですよね。それ大変ですよ、これ。いろんなね、尿漏れのやつとかね。最近の目立たないから、大丈夫なんだ。さすが。バンマスが楽屋に戻ってきたら、速攻ハリセン。目覚めますか？いや、すっごいっすね。もうこれだと、ボンドイさん。いいじゃないですか。俺なんか、おやさん最近なんか歩くたびにシカシカ言ってんだけど、みたいな。代わりにぬいぐるみが、そっか。それはロンバールームの話やな。元祖ヘアギター。いいっすね。いいっすね。あと2、3年まで、2、3年しか持たねえんだ。さあ、あれはちょっとね、やっぱ大江さんね、やっぱりリッチー・ブラックマーだってね、ベンチャーズだってね、皆さん立って弾いてますよ。いいお年でしたよ。ね。ああ、もうそれですよ。最近、今のリハビリパンツは薄いから目立たない。ああ、そっか。でもなんか匂いとかしないのかな、ステージ上に。結構今、ねえ、匂いしないやつが出てるんだ。ああ、そうか、そうか。だったらいいけどさ、なんかこう、ステージ上になんかこう、ね、ステージ上でやっぱこう熱こもってくるじゃないですか。ね、そういう時になんかこう、ツンとくる匂いが、ね、してたら、あれ？おじさんやったか？みたいな。いやね、小さい方で頼まれていいんですけどね、大きい方とかね、
ちょっとそれ自分が気づいてないっていうあたりが怖いよね。いやいやファブリーズも用意しとかないかんな、後ろからあのスモークと一緒にファブリーズも一緒に巻いてもらおう。丸さんいいことですね。いやいや、いずれそう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 、いいんすよ。いずれお世話になるかどう、なるかどうかわかんないですよ。これ中にパッと入れたら長時間大丈夫なんだ。まあ確かにね、そうかもしらんよね、これね。ライブ会場であってはならない香り。じゃあジミーちゃんはね、ジミーちゃんあれもね、あ一つのほらあの芸だから。もう大変ですよ、ね、おむつ用のビニール大変だ、それやるようになったら別料金取られちゃうね、おじさんね。もう大変ですよね。まあでもね、そういうなんかこうバカみたいな話ができることがね、大事じゃないかな。紙パンしてライブと野外ライブのみ。いや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 ね。あ、客席もお揃いなら怖いもんだし、なるほど。なるほど。いや、まあ、皆さん若いから。ね。まあ、皆さん若いから全然大丈夫ですよね。もう。まあでもね、いずれにしてもですね、今週末でございますね。今週末、あれです。あれの日でございますね。竹本さんちカカオ、ね、まあ、配信で行う、まあ、自宅からねやるライブ、ライブというか、まあ、ソロのライブとしては3回目ということになりますね。うん。いやいやいや、今回からもいろいろ、今回もいろいろね、準備は怠りませんよ。うん。やっぱりね、皆さんにね、期待していただいてる以上、きっちりとした、内容、それと音、そしてね、まあ、映像というのもね、ちゃんとお届けできるように、準備をしております。で、今日ちょっとね、チケットをお買いいただいた方に、メッセージさせていただいたんですけれども、当日、まあ、大体こう、まあ、大体じゃねえや、2時ぐらいからスタートするじゃないですか。うん。で、こう、間、やっぱりほら、換気の時間とかいるから、ね。うん。で、まあそういうのも含めて、まあ約2時間とか、それからピャッと、あって。で、その後、ちょっといろいろなものを片付けつつ、撤収しつつ、いろんなもの落ち着いたら、だいたい17時ぐらいからかな。まあ一応アフタートークということでね、カカオに参加してた、していただいた皆さん、まあ普通にだから、プレミアム配信でそのまま行きますようにね、アフター間に合いますように、間に合ってください。ねえ、うん。ということでね、まあそんなに、長時間はなかなかできませんけれども、まあちょっとね、お話ができればいいな。まあライブでね、歌ってる時ってなかなかメッセージとか確認できないからね。まあ後から読まさせてもらうんですけども、やっぱりこう、いろいろね、まあやろうかなというふうに思っておりますのでね、皆さんね、よろしければ、アブラムチありがとうございます。アフターありですね。アフターってなかなかいいよね、これね。そう、一度切って、また、俺だから見たことないからわかんないんだけど、まあ、プレミアム配信なんで、始まるときってメッセージ行くんかな？まあ、同じとこにいてくれれば、多分そのまま始まると思います。ね。ので、ぜひとも、まあ、都合が良かったら、ね、参加よろしくお願いいたしますということでございましてですね。まあ、そうなんですよ。もう、まあ、ようやくですね、ようやくこう、今日セットリスト固めましてですね、まためんどくさいアレンジをしましてですね、まあ、毎回毎回ね、ちょっとずつちょっとずつね、まあ、同じ曲をやるのもあれですけども、まあ、違う曲をやる、ね、古い曲、いろんな曲をやるにしても、ちょっとずつちょっとずつこう、ギターのコードとか、ね、そういったものをですね、まあ、いじり倒してるわけじゃないけどね、こっちの方がいいんじゃないか、こっちの方がなんか雰囲気的になんかいいんじゃないか、みたいなね、
あっていうのがね、考えておって、ちょっとずつちょっとずつ、そんなにこう大幅にこうガツンっていうのはなかなかあれですけれどもね、ちょっと最近やってなかった曲とかも、やってみたいななんていうふうにね、思うので、皆様ねご期待くださいませと。まあそうそういうことよ、こんちゃん、常にバージョンアップですよ。やっぱりね、今ね、あの竹本とか駅で言うとね、バージョンいくつぐらいだろうね、バージョン40なんだろうな。リエリちゃんありがとうね、バージョン40の今大変だよね、バージョン40の2の14ぐらいだないやいや、まあ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 、そんなに大したことはできませんけれどもね、やっぱりこうやる以上は、少しずつでもやっぱりこういいね、ものがお届けできれば嬉しいななんていうふうに思うのでね、ぜひぜひ楽しみにしててくださいませ。やっぱね、こうまあやる方としてもね、こう今まあ今去年の3月以来、表でライブってやっぱできてないわけじゃないですか。のでね、なかなか難しいっす。なかなか難しいっす。これ表でライブをやらないっていうことは、どうしてもやっぱりこう対人的な、そのまあ違った意味での緊張感は当然あるんですけれども、こう対人的なこうなんかこうね、刺激、ああいろいろありがとうございます、直美ちゃんありがとうございますね、まあその、まあ、緊張とかそういうものがね、あんまりこうまあ逆違う緊張は当然あるんですけれども、やっぱりこう見られてるという緊張感に関してはね、なかなか薄いもんでございますね、配信の場合だとね。なんでこう見られてる緊張感だけではなくて、こうなんかこう自分にとっても一個一個なんかこう、まあ、火星的なものね、別にド M ではないんですけれども、なんかこう一個一個ですよ、一個一個こう自分に対してもちょっとずつちょっとずつプレッシャーをね与え続けていかなければいけないなと、まあ、そのためには一体何が必要なんだろうっていうのをね、やっぱり日頃から自問自答して考えていかなければいけないっていうふうに思うんですね。まあそうだな、頑張りますよね、最前列で見ててください皆さん。ね、そのね、ミストーンとかで間違ったのが残ってしまうとか、そういう辛いよねこれね。だいたいライブ会場でやってるとね、多少みんなその間違ってもね、別に気づかないんですけどねアフターマリア、あ、そうですか。で、ね、その日ちゃんと、アーカイブきっちり残ってますからね。いやー、まあ、後でゆっくりね、ご覧ください。ねあ、もうね、大変ですよ、あなたってね。こう、VDSP ライブでございますからね。VDSP ですよ。VSOP じゃねえよ。ちょっと似てっけど。ね、まあいろいろありますからね、皆さんね、お楽しみにしててくださいというわけでございますね。まあね、タブレットを抱えていただいて、なおかつなおかつですよね、これヘッドホンなりなんなりね、ミスはおじさんの責任できないんだよ、今度一人だからな、おじさんいればな、何やってんだよって言えるんだけどね頑張りますよね。お母様の誕生日ですか。うん、いいじゃないですか。邪魔されないために連絡してこないように釘刺しとか、その場合は、いきなりこう朝から電話しちゃうってのがいいですね先に電話をしとくっていうのがいいじゃないですかね。ボス間違えた時笑ったりってバレてるから、バレてるバレてないと思ってたんですか。いや、俺は完璧にごまかしてるっていうふうに思ってたけどね、いつもね。いつも俺はもう完璧にごまかしてるんだっていう思ってたんだけどね、みんな。いや、おかしいな。あ、大人だから。あ、大人だからその辺言わないだけか。あ、なるほどね。あ、目が泳いでる。まあ、いいか。そういうことですよ。バルテルラ。バルテルラ。はい、こんばんは、いらっしゃい。あ、高田さん、こんばんは。晩ご飯食べながら。おお、今日早かったですね。お疲れ様ですが、バレバレなんだ。まあ、しょうがねえな。ほら、根っこが素直だからさ、ごまかせねえんだよな。
いや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 ね、そうなんだよね、女子力低下しちゃあかんよふみ、そういうことです。ライブ前にはね、やっぱりおしゃれをするっていう、まあそういうとこでこうね、こういろいろこう女子力アップね、あ、女子力アップ委員会で、わかんないわかんないですけどね、俺は男だから入れないけどね、いやもう大事ですよそれね、うん。ね、ああそうですね、早めに、夕飯のね支度等々しながら、あ、ゆっくりしてくださいね。あ、ゆきちゃん埼玉寒いんだよな埼玉な。まあ俺ほら剣豪の方だから結構寒いけどね。あ、なになに、カボスライブは誰が間違えてもギタリストペンになります。ちげえだろ、それちげえだろ。お、誰が間違えてもじゃなくて、間違えるの一人しかいねえからだろ。おじさん、そこはちょっと語弊があるぜ。ん、それね、汗みたいなね、顔文字でごまかしてもダメだぜ、それ。それは、誰が間違えてもギタリストのせいだから。いやいやいや、あれじゃなくて。あれじゃなくて。うん。いや、だって、ね、ノブちゃんからも、俺からも、ね、ノブちゃんからも、俺からも、こう、ね、あれやっちゃったね、おじさんっていう。目の前の目標がなくてなかなかダイエットのスイッチが入る。ああ、なるほどね、これね、ダイエットのスイッチね、みんなが映るようにすればいいんだろうけどね。あ、そうそうそう、座布団募集、そういうことでございますね、座布団募集でございますね。ね、そうそうそう、一枚ね、お見せしたいのがあってですね、これでございますね。ちょいと、はい。はい、荒川さん、お帰り。先日ですね、おいしいパン、そう、おいしいラスクがいっぱい届きましたよ、ね。開けたそばからもうみんな食われたっていうね、写真撮るから待てってみんなに言うんですけどね。結構バリバリバリ、ちょうどお昼時だったもんですから、ちょうどお昼時でみんな小腹が空いたんだろうな、もういきなり開けて食い始めて、バカだねお前ら、写真せっかくいただいたんだからな、お前ら写真撮らせろっつったら、こんだけ残ってました。うんみたいな、半分以上食べたかったですね。うんみたいな、こうほっぺた膨らましたバカタレが。ね、ありがとうございます。もう本当に和気しゅらね、本当に腹減らしてからね、あいつらね、しょうがないですね。いただきました、ありがとうございます、お気遣いいただきましてね、ありがとうございます。いやー本当にね、いや、あ、開けて、おー食い物だっつって勝手に食べちゃうことはないんですけども、まあ数がねあったからかもしれないね、あげてて、おー、まそうっすねーって、ちょっとつまんでいいですかって、なんか一袋かとか思うじゃないですか。ねえ、勝手に食べちゃうことはないですよ。ねえ、ありがとうございますね。ほんで、バカバカバカって食われちゃって、おーいって。いや、もう本当に箱いっぱいいただきまして、ありがとうございます。あとね、パンとか、もう紅茶のパンとかね、いろいろね、ありがとうございます。すいません、足りました。一気に半分消えました。育ち盛りでございます。お前らいい加減せんと、ほんと、体重戻らねえぞと思うんだけどね。ノンフライラスク。ねえ、ありがとうございます。すねちゃん、ありがとうございました。本当に、社長の意見はね、うん、ないんだね。寺内勘太郎みたいにならないかんかな。いずれな。うん。そう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 、まあちょうどみんなねお腹空いてたんだよね。だからね、まあそれはしょうがないですけどね、いただきましたありがとうございました。いやー、もう本当にでもね、あっという間ですよね。もう1月始まってもう2月の10日でしょ。2月の10日、まああれよあれよですよ。でカカオをやるときはもう2月の半分だからね。いやあ、びっくり。ねえ。まあ、いただいたもんだからね。まあ、一応ね、高橋の方の配信でもね、ちゃんと、まあ、お礼としていろいろあげていただいてるわけでございますけどもね。まあ、なかなかね、私の方のね、配信でこうアップすることが、まあ、なかなか難しいのでね、まあ、今回ちょっとね、久々にということでございましたけれどもね。クロワッサン、クロワッサン俺まだ食べてねえって言うんだから、これ食べなきゃ、もう楽しみに待って、もう待ってますよ。ねえ、寺内勘太郎やった瞬間にボスがつまみ出される。
投げんじゃねえよバラーてめえらうーっつってひょいっておお俺どこに連れてくんだよこの野郎みたいな。でもこれ写真撮った後、うん、あの箱どこ行きました。うん、もしかしたらもうなくなってる。いや大丈夫だ、俺はちゃんと自分の分が取ってやる。おい、このあの蜂蜜分母がちょっと気になったんだね。蜂蜜分母がね、蜂蜜分母をね、ちょっとね、あのこっそり自分の引き出しにしまっておりますけどね。いやらしいわ。ありがとうございますね。まあそれもね、それとね、あとこれ、これもね、あの先日お伝えしたかと思いますけれどもね、これ、かげろうのニュージャット、もうね、あの入荷されたみたいなんでね、ショップの方でも売っております。ずっとね、竹本孝之公式ショップという名前でなんかいろいろやってたんでございますけれどもですね。ああ、ガールちゃん、ありがとうございます。んで、この度、まあ、ちょうどね、私も40周年ということでございます。40周年、ああ、まあ、高さん、本当ありがとうございますね。ということでございましてですね、ショップの名前をですね、ショップの名前をですね、おかげさまで、40周年と、竹本商店丸竹っていうね、そういう名前に変えましてですね。曽我さん600年。ええー、曽我さん万年だから。万年ボケだから。いやいや、そんなことない。そんなこと違う。ね。まあ、ぜひともね、皆さんね、一度覗いてみてくださいというわけでございます。まずみちゃん、ありがとうございます。ねえ。ねえ、かおるちゃん、中さん、本当にね、すいません、ありがとうございます。まあ、リニューアルしてね、せっかくなんで、40周年記念ジャケットということでございましたね。前掛けはだからダメだって、前掛けは高いんだって高見が言ってたでしょ。高見の話してもな、わからん方もいらっしゃるかもしれない。まあ俺の後輩ですけどもね。すいませんね、本当にね、かおりちゃんありがとうございます。丸竹、丸竹ね、もう竹本商店ですからなって言って、やっぱりそっから始めなきゃね、やっぱり。本田宗一郎ですらバイク屋から始まったわけですからね、まあ、そっからね、地道にまたやっていこうかなというふうにね、いうふうに思ってるわけでございます。この本当、いや、まあ、いらない。まあ、まあ、な、企業秘密ですよ、荒川さんからね。まあ、これが、でしょ、影朗でしょ。んで、あの、パーフェクトワールドも同じく。ね、新しい、ジャケット、ニュージャケットということでね、やらせていただきますね。ありがたいですね。まあ、こんな感じでございますね。まあ、ね、まあ、せっかくなんでね、まあ、周年記念と、ケミちゃんありがとうございますね。パーフェクトアウトね。オリーブ並みに足長いって、いや。そんなことはないっつーの。普通。あんなにね、あの、超絶足長おじさんとかそういうわけじゃないですよ、これね。もうね、このジャケットも、まあ、新しくさせていただきましたね。キムジャケットの価値が。いや、上がんねえ。いいの、そんなのは別に。ねえ、せっかくなんでね。まあ、造反するんだったら、じゃあ、ジャケット変えて喜んでもらった方がよくいいんじゃないみたいな。ねえ、そういう風な気持ちでね、ジャケット変えましたね。そうっすか。ありがとうございます。竹本商店ですかなんてって。なんで、あの、目に優しい竹本グリーンですよ。竹本グリーンじゃねえや。なんだっけあれ。ペッパーミントグリーンじゃなくて、ターコイズです、ね。ターコイズブルーです。ターコイズブルー。あ、すいません。あ、ちなみちゃんありがとう。ねえ、ターコイズですよね。まあ、緑は目に優しいって言うから。何のことかよくわからんけど。何もね、わからんけど、何かしらやっぱりこう、新しい。あ、クーコさんありがとう。新橋汁じゃねえし。新橋色はね、あの、おじさん専用で作ったるわ、今度な。ね、新橋色じゃね。新橋色はもうちょっとネズミ系じゃないですか。緑系ですけど。まあね、新橋色ではないっていうことはね、確かでございますのでね、皆さんね、ぜひとも可愛がってあげてくださいということでございます。はい、というわけでね、改めまして竹本でございます。どうも。いや
ね、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。まあ、ぼちぼちでございますよね。暖かくなったかと思えば、また急にカーンと冷えてね。んで、冷えたなと思ったら、なんかまたポワーッと暖かくなるっていうね。こう、ああ、ブルムちゃんありがとうね。よし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 。ね、ありがとうございますね。ありがとうございます。なんかこう、この三寒四温とはよく言ったもんで、ね、3日寒くて4日暖かいっていうね、ああ、みかこちゃんありがとうね。よし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 。ね、ありがとうございます。だからそういうのがあるじゃないですか。三寒四温。ああ、ゆみちゃんありがとうね。すいません、ありがとうございます。ゆみちゃんありがとう。まみちゃんありがとう。すいません、ありがとうございます。ああ、わあ、まみちゃんありがとう。すいません、ありがとうございます。よし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 。なんかね、なんでこういうことが始まったのかよくわからんね。ああ、まゆみちゃんありがとうございます、ね。よしよし、よかせ、よしよしよし。いや、もう本当にね。いやいや、まあ、いずれにしてもね、なんかこう、ほら、ちょっとでもね、こう気持ちが明るくなって、夜寝られりゃいいな、つって。ああいう風に始めた追加でございますけどね。ああね、娘さんありがとうございます。ありがとうございます。よしよしよし。ね、順位頑張りますよ。まあ、なんだかんだ言いながら、時期1年ですよ。1年になればね、まるちゃんありがとう。ありがとうね。あ、すいません。ありがとうございます。1年になっちゃうんだね。あっという間だね。あれ、始めたのが4月ぐらいだっけ。あ、まこちゃんありがとう。すいません。ありがとうございます。ね。よしよし、ありがとうございます、ありがとうございます。もうね、こんなに長くずか、めっちゃありがとうね、ありがとうね。よしよしよし、本当にありがとうございますね。もう、こんな長く続けるとは、本当に思ってもみなかったよな。まあ、それは多分だから、タカちゃんありがとうございます、ありがとうございます。グレープちゃんありがとうございます、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。なんかこう、ね、もうあっという間にね、なんかこうファーッと新しい展開があって、で新しくこう、まあ一時期のほら、SARS とか、MERS とかいろいろあったじゃないですか。あれみたいに、あんまり影響がなくてよかったら、中さんありがとう、よしよしよし、っていう風になって、収束していくのかななんていう風に思ったら、まあそれはちょっとね、読みが甘かったのかもしれませんけれども、全世界的にこうやって広がっていってね、どうしてもなんかこういつまでたってもなんかこう出口が見えないような、まあちょっとね、今今度ワクチンの接種のどうたらこうたらっていうのがねありますが、ありがとうね、よしよしよし、ありがとうございます。なんかそういう風にもなっては来てはいるけれども、いや、このまんま一筋縄で行くなんていう風には、僕はそこまで楽観視はしてないですよ。危惧だったなって言えばそれはそれでいいんですけど、だからその今身につけたものね、月曜日、そうですね、弟さんのところでしたっけね、お兄さんのところでしたっけね、いらっしゃるという風にね、お聞きしていました。だから本当に最低限度の、自分なりのルール、自分なりのそのなんかまあ競技じゃないですけどね、そういうものを守りつつ、まあ今日ちょっとツイッターの方にも書いたんですけど、怯えることとやっぱり気持ちもね、その注意するっていうことは違うと思うんですよ。だから怯えるっていうのは、だから目に見えないものに対して怯えるわけであって、相手がな、だからこういうふうなことをすることが危ないっていうことに対して分かってるんだったら、それは注意に入るから、だから僕はそのね、自分に対してすごくストイックに生きるっていうのもとても大事なんですけども、それだけを続けていられるだけのメンタルを持ってる人っていうのはとっても少ないと思うんですよ。やっぱりね、そんだけのメンタルを持ち続けていられる人って本当に少ないと思う、ね、あらま、あらー、いちごちゃんありがとうございます、あしゃ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 本当にね、うちの番頭さんかっていう、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、楽しみにしてくださいね。いや、だからまあ僕らの仕事ってのは基本的にね、生活の中で色を足す仕事だっていうふうに僕は思ってて、はい、こんばんは、いらっしゃい、
僕らの仕事っていうのは生活の中にそのちょっとした笑顔だったり、ちょっとしたこうね、あの色をつける仕事だと思って、ああ高ちゃんありがとう、よし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 ねっていうふうに思ってて、まあ極端な話言うとね、例えばね、食べ物を作ってる農家の立場から言うと食べ物は必要なんですよ。やっぱりこう生きていくために必要な摂取カロリーとしてね、必要。でも歌っていうのは極端な話なくてもいい、っていうふうに僕は思ってるんですね。まあ、あの心に栄養を与えられるものっていうのはそういう、まあ、アート的なものだったりというふうな自負は当然あるんですけれども、極端なと話ね、最終的に生き死にっていう時に歌はいらないかなっていうふうには僕は思うんですよ。だからその生活の中に彩りとして色を足すことができるのが歌だっていうふうに僕は思ってて、だから僕らの仕事っていうのはね、歌を届けるっていうのがまず大事なんですけども、なんかこう歌を歌わずともね、そうやってこう無駄話をこうしながら、あのなんとなくこうはあのわちゃ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 ってやっていけることが、できる場っていうのがね、あらららら、ああけみちゃんありがとうございますね、がなんかこうできるんだったらいいなと思って始めたのがこのツイキャスだったんですよ。ね、だからこういや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 ね、そうやって言ってくれるとね、ありがたいですよね。親方を見ると希望が見えます、いいですね。曽我さん見るとね、日の出が見えるよ。まあ別にふみちゃんありがとうございます、ね、そう社会にね、そう秋葉さん、そうなんだ、不協和音とかノイズがたくさん飛び交ってる今だからこそ素敵なメロディー音楽が聞きたい。そうなんですよ。だからその自分のね立ち位置がどこにあっても僕はいいと思うんですね。税の人もいるし、非の人もいるし、いろんな人がいていいと思うんですよ。でもそれを他人に押し付けるようなことがあると、僕はそこで不協和音が生まれるんだと思う。だから思ってるんだったらいい、もう自由だもん、思ってるんだったらいいし、思うのは自由だからこそ自分が一体こう何をしなければいけない、あ仕事ありがとう、よし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 、ね、ありがとうございます、ね、本当にそうなんですよね。ふみありがとうね、足よくなりよくなり、ね、ね、だからそれを人に強要してしまうっていうことで不協和音が生まれる。だからその強要しなくていい、なんかこう自分の中の、タンクがいっぱいになって溢れ出た時に、それが初めて人に向かって投げつけるトゲだったり、刃だったり牙だったりすると僕は思ってるんで、自分がこのね、閉じ込めておけるんだったら、そこでなんかこう一定まで来るんだけどシューってなくなってくれるんだったらいいなと思って、なんとなくこうやってくだらない話をずっとしてるわけですけどね。まあそれなりにそれなりにいろいろ、まあね、僕の仲間たち、今一品さんもそうだし、高見もそうだし、いろいろね、折り切りなんかもそうだけど、いろいろライブなりその配信なりというのをやっていく、やっていくっていう中で、やっぱり自分たちも発信しなきゃいけないし、そのなんとなくそのね、このカメラとかマイクの向こうにある人たちに向けたものっていうのがね、柔らかくなることもあるんだよっていうことがね、伝えられればいいなっていうふうに思ってやってまいりましたけども、結構やってるよ俺もう。ね、えやっぱほら、会員限定の配信とかグループ配信とかいろいろやってからあれなんですけどね、もう100は楽に超えてますからね。YouTube にアップしてるのはね、まだ70いくつだったかな、ですけどね、結構やってる。ああもう、まあでもね、それで、何より、まあ安定できてるのは多分僕かもしれないですね。こうやって喋ることによって。なんかこう自分のあらららら、らゆうちゃんありがとうございました、ありがとうございますね、なんかこう自分もその誰かと話してる、あ、ひとみちゃんありがとうございますね、ありがとう、よしよし、話してる
ようになって、自分の中のストレスもスーッと抑えられてくるのかなっていうふうに思うよね。いいね。考え方や思いは人それぞれ。その通り。強要しないよりは本当に一番だと思う。私はこうしてんだからあなたもこうしなさいよなんていうのは、それは単なるエゴだ。私はメンタル強いと思うので、弱い方の弱い方の力になれたら、さすがでございます。そういうことですね。だから揺れるのは人間だから仕方ないんだよ。だってそれは三つも言ってた。いや三つの話はいいや。あ、ゆうこちゃんありがとうね。何落ち着いて聞けないの。気をつけてね。だからね、いろんな人がいる、いろんな思いがある。あざらちゃんありがとうございますね。だからそのそれをその全て人に対してこうなんだからこうしなさいよっていうふうに押し付けるエゴは僕は良くないっていうふうに思うんだよね。間違うことも多々あるさ。でもそんな難しくね、話をね、寝る前にちょろちょろっとできて、なんかほわーっとして、一日、今日も終わったなみたいな風に終われるのがいいのかなっていう風に思うんですよね。初めてできた友達の名前がエゴでした。それは笑っちゃいけないかもしれないけど、ザムと3枚あげとくわ。そうそう、押し付けはねついていけない。だってもうみんないい年をして大人なんだよ。それぞれ自分が是か非か、ね、選べる、ね、口の下にあるのは顎でした。そう、選べるのも年齢になってるんだもん。選べるんだったら自分で選べよって思うよね。そうね、本当にいろいろある、ある、いろいろある。本当にメンタル強く生きようね。それから、そうやって言ってくれれば本当にありがたいなと思います。ただただね、くっちゃべってね、あのわだのかわだのね、くだらね下ネタばっかり言ってるおっちゃんじゃねえよっていうね。あ、失礼。でも本当に俺はそこをやっぱ思いますよね。なんかそこで、確かにな、ウィンウィンの関係、それが一番かとは思いますね。思うんだけれども、なかなかそうもいかないっていうところあるじゃないですか。あ、かなさんありがとうね。シュ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 ね。ねえ、ほんでエゴじゃなくてエロがいい。そういうとこだよ。怒るよ本当に。そういうとこだよ、おじさん。はい、ダメ。ね、ハリセンの数が小の字でカウントされていってるからね。そうかね。いろいろね、こういうご時世でございますけれども、ちっちゃい春を探していくっていうのもわかる。楽しいっていうのをね、見つけていくのは大事や、大事大事。あみがくちゃんありがとう。よし。そういうとこだよ、今日の分。ありがとうございます。あゆみちゃんありがとう。よし。そうね、めいっちゃダメだよ。めいってね、寝る前になんか悲しい気持ちで寝るとやっぱりね、休めないから。なんとなく寝る前っていうのはなんかこう、うまいものの夢とかさ、なんか楽しい夢とかさ、そういうなんか気持ちで布団に入りましょうね。そうやってまた明日一日、そういう風に積み重ねていければいいんじゃないですかね。ゴンちゃん、曽我さんの頭に座布団38枚、没収。ありがとうございますね。できるだけ、皆さんのね、気持ちにね、なんかこう柔らかい感じでね、言ってくれればいいななんていうふうに、思うわけでございましてですね、そろそろ今日もね、終わりたいなというふうに思うわけでございますね。何がいいかな、何がいいかな、そう、何がいいかな。ありがとう、あ、京子ちゃんありがとうございます。よし曽我さんと一度一緒に飲みたいです。面白いですよ。
当に面白いですよ。ねえ、そうだな。じゃ この曲で、今日はね、お開きにしたいと思います。あちらみちゃんありがとう。よし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 ね、ありがとうね。左利きから座布団募集まで、そういうことやな。そうやってサムネに書いとくわ。というわけでね、皆さん、ありがとうございます、かおりちゃん。では、本日はこの辺でおやすみ。じゃねー。あーブルームちゃんありがとう。おやすみ。じゃねー。
yesterday.